ジャワ舞踊。ジャワ舞踊は、インドネシアの中部ジャワ州、ジョグジャカルタ、東ジャワ州で見られるすべての複雑で、古典的なコレオグラフィーのことを言う。定められたルールに従って、ガムランの演奏に合わせて演じられる。西ジャワ州で見られる舞踊は、スンダ舞踊という。ジャワ語では、舞踊を表す言葉に、ベクソ、ベクサ、ナンダ、ナンディック、ジョゲ、ジョジドの三つの言葉がある。 ベクソは複雑で古典的なコレオグラフィーのことを言う。古典ジャワ舞踊とも言う。なんだは動詞で自然に即興で踊るという意味で、タンダ、だ、ンディックはその名詞形である。タンだの同意語はタレで、タリでヘックやロンゲン、ローンゲングで、少人数のミュージシャンと地方を巡業し路上で講演する女性ダンサー集団のこと。村の男性の集まりや、 貴族の邸宅で行われるタユバンパーティーでも講演する。タンダンの踊りはエロチックで男女が一組で踊る。ジョゲはシンプルな振り付けで規則にとらわれず自由に踊るという意味。また、ジャワ語では、ベクソには人格があるアンベグとか一つ ESA という意味がある。ダンサーはガムランに合わせて美しく踊るという一つの目標に向かって精神を集中させて 体を動かす。古典ジャワ舞踊には国王の作品が多い。例えば、ブドヨクタワ湾やワヤンボンの舞踊劇などは国王が振り付けたものである。他のジャワ舞台芸術と同様に、ジャワ舞踊は結婚式、宗教儀式、祭りの時のみ演じられる。ラーマーヤナなど、女子誌や物語を伝える手段としての役割がある。庶民は、 独自にバニワギのガンドルンやボノロゴのレオンなどの大衆的な舞踊を創作した。後に、ジャワ伝統文化として継承された。その他に、ダドゥンガウ、クダケパン、インチリン、プルーレジョのドララ、タユバン、ジュラントゥル、オノギリノクテ、オグレン、バロンガン、シントレン、バンユマスのエベック、レンゲルチャルン、などが現在まで伝わっている。スラカルタ王宮に中心したジャワ舞踊は、 スラカルタ舞踊とも言う。スラカルタ王宮のジャワ舞踊、スラカルタスタイルは次のように分類される。19世紀には、マンクヌガラン宮廷でラングンドリアンが、盛んに演じられた。これは、ダマルーラン対メナジン後の戦いを描写したもの。古典ジャワ舞踊の公演時間は長く、ブドヨクタワンの場合は130分、他のブドヨやスリンピは60分に及ぶ。 新バージョンのブドヨやスリンピは、公演時間を12分から15分までに短縮した。その他に、次のような現代ジャワヨーがある。ジャワヨーの歴史は5世紀から6世紀に遡る。その頃に建てられたヒンドゥー教寺院のレリーフにも、ダンサーが彫られている。ジャワヨーは、クディリ王国、シンガサリ王国、マジャパヒト王国、特に、ハヤヌールク国王の時代に盛んだった。 仮面を使用するトペンダンスは、マジャパヒト王国時代に創作された。14世紀のジャワジョジシながら来るタガマに、マジャパヒト王国で、歌や舞踊の祭典が行われたことが記述されている。その祭典には、マジャパヒト国王自らも、歌や踊りにも参加した。また、道書には、パナカワンという家来やテケスヌの頭にこむる、ダンサーのことも記述されている。テケスというかぶりもは、 現在のトペンダンサー、特にパンジ物語をテーマにするトペンダンスにも伝わっているものである。トペンパンジがカスナナンスラカルタ王国の貴族社会とスラカルタ宮廷の正式な舞踊になった。トペンパンジは政府のシンボルの一つになり、トペンパンジセプは好位継承者のみが許される舞踊を定められた。その他パンジエネムは貴族のみが許される舞踊。 マタラム王国にもトペンダンスはあるが、ブドヨとスリンピの方が人気がある。ブドヨとスリンピは、マタラム王国の偉大な文化遺産として扱われている。ギリアンティ条約の結果、マタラム王国は、スラカルタを首都に、カスナナンスラカルタ王国とジョグジャカルタを首都に、ジョグジャカルタ王国に分裂された。スラカルタにあるスラカルタ王宮とマンクヌガラン宮廷が、ジャワブヨの中心地になり、 そこから、ジャワ島内の各地に伝わっていった。19世紀から20世紀の前半までは、古典ジャワ舞踊は、王宮と貴族の豪邸でのみ講演された。一般大衆の間では、独自に創作した舞踊が普及した。1918年に、ジョグジャカルタ国王の許可を得て、テジョクスモ王子が、クリナベクソビラマ舞踊学校を設立した。王宮の外で、 初めて一般大衆が古典ジャワ舞踊を学ぶ機会を与えられた。ウィスヌ・ワルダナ、バゴンクス・リアルジョなど現代インドネシア舞踊の振付がこの学校の卒業生である。1961年にラーマー・ヤナ・バレーという新しいジャワ舞踊のジャンルが生まれた。ラーマー・ヤナ・バレー舞踊劇は GPH ・ジャティクスモが命名した。定期公演はプランバナンジイングンで行われている。 この舞踊集団から、サルドのダブリュクスも、サルムギアンと、レトゥノマルティなど現代インドネシア、振付家が生まれた。古典ジャワ舞踊は、ブドヨとスリンピ以外にもワヤンウォンに使用される。ランエンドリアンとワヤンウォンは、古典ジャワ舞踊をもとに19世紀に創作されたもので、ある。ワヤンクリの物語を舞踊で表現している。登場人物のセリフはダンサーが演じ、 ならンは物語を語る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。